アフターパーリーが、そうパーティーがあるっていう話だったけどそうちょっと違ったね。ちょっと集まりがあって、うん、ちょっとお話しして、そう、あの各グループのお話があって、うん、すぐ終わった。全然パーリーじゃなくて、うん、あれだったね、うん、ご挨拶でした。イメージではなんかねえ、そう、なんかアフターパーティーって書いてたから、なんか音楽とか流れてて、うん、なんかちょっとオードブルみたいなねあったりするんかなとか思ってたら、面白いにしとったよね。そうアフターパーリーって言ってたんですけど全然違う。でもそう、ご挨拶できましたね。ミラーボールはでも会場にあったね。ゼップクアラルンプールめちゃめちゃ綺麗だった。今日はねすごい一日でした。本当になんかいろんなことがあった。コールとかあったのってすごかったよね。すごかった、本当にすごかった。もうすごかった私たち大スターみたいな。そう、なんかすごい、えすごい歓迎してくれた。なんか結構みんなで私たち出て行って大丈夫かなみたいな話してたら、あの ST48 ってバーンって出た瞬間に、おーわーみんなでもう裏で、そう、聞いたことない歓声がし、コールもすごかった。コールというか声援、ファイヤーファイヤー聞こえたよね。ね、え、めっちゃ嬉しかった。コールやんってそうコールだし、ね、名前もねすごい呼んでくださったよ。呼んでくれた。自己紹介しようよ生さや、原田さやか、パンギルさや、さやかりん、どうぞ。サーヤン、生サヤ、高尾さやか、パンギルサヤ、サーヤン、サーヤン、うおーって感じでした。すごかったよ。すごかったね、盛り上がりが。そう、素敵なグループの皆さんと一緒に今日ステージに立てて嬉しかったです。世界だから、世界から集まったから。ココアさんも、うん、ね、輝いてます。本当にあのライブ終わった後、私たちの出番終わった後、見れたんですよ。2階の席から見ることができて見てたんですけど、本当にもうキラッキラだった、ね、泣いちゃいましたあ、もうこんな輝いて本当に泣いた、輝いて、で、ね、なんかもう感動しちゃった。心が動きます。本当にデビューおめでとうございます。
ですよ。昔私たち多分ね海外かぶれみたいになって帰ってくると思う。もうずっと今日メンバー同士とかでもあ、センキュー、センキュー、You're welcome って言ってやってたんです。センキュー。そう、多分しばらく私センキューって言います。オーケーと足りまかしギフトもありがとうございます。ちょっと読めてなかった。足りまかしトラさん、センキューって言いすぎてさ、ヤマイさん、センキューって言ったらミー君、ありがとうございますって言われて、ショウイチさん、日本人だ、カズサさん、タイムカシー、サンキュー、サンキュー。ごめんなさい。めっちゃちょっとあれだよ、気に触ったらごめんなさいね。シュイチさん、俺の嫁、サンキュー。原田さん、え、なんて、預かってるものができてる、うん、ちょっと私の通知が来んのよ。あ、そういうこと。え、なんて、え、これ高尾のって言われて、原田のですって、違いますって言ったら、うん、じゃあ原田か、原田です。ちょっと原田財布今日マネージャーさんに預けて預けたまんまで、じゃあ原田か、そう、帰ってきちゃって、でも配信のね、配信をしようってなって今配信始めてちょっとあの原田取りに行けてないです。でも全然財布は下にでも大丈夫です。え、今返信できる、今返信してる、あ、2個あるん、うん、2個ある、そういうことか。え、原田全然財布は下でも、明日の集合の時で、明日でもいいらしい、あげますって、って、いや、あげ、あげはしない、いいらしいです、うん、明日でもちょっとそんなお金を使う予定はない。こっち来てね全然使ってない。からなんて、ん、え、返信来た、今来た、 ありがとう、 Thank you。 でもね、 Thank you とね、 No しか言えないんですよもう喋れることこれしかないんです。日本帰っても絶対言っちゃうよね。嘘、これしかでも喋れん。あ、了解、あ、じゃあよろしくお願いします。どうしよう、解決しました。今日ヘアメイクさんとかもその現地の方にしていただいたから、通訳さんとかもいらっしゃってしていただいたんですけど、楽しかった。片言の英語で喋ってたけど会話はできてたのか分かんない。できるよね、メイクさん。めちゃめちゃハイライトいっぱい入れられたよもうめっちゃ私たちメイクさんにハイライト、もうめっちゃキラキラにされてます。見えるかな、ハイライト、オーケーって聞かれて、そう、見られて、オーケーって言ってるけど、そう、あ、ハイライト、ハイライト、ハイライトとかめっちゃしていただいてさ、やっぱね日本人ってちょっとあれなんかな、か、え、顔の凹凸がないと思われてるのかな。だって私もエモさん3、4回くらいみんな塗ったよね。うん、ハイライト、ハイライト、うん、ハイライト、シェーディング、OK、そう、あ、シェーディングもねやってもらって、シ
シェディングシェディング、そのブローのやつ。だから今日はちょっといつも以上にあの凹凸があるかもしれません。どうですか？わかるか？効果あるかな？凹凸あるかな？まさかの効果あり？凹凸。え、でも本当にさ、してもらったらなんか変わるた気がする。うん、変わるよね。ね。目のね上とかもね、いつも以上にキラキラなんよ。持ち帰ろう。うん。やっぱこれぐらい。キラキラな方がいいんかもしれん。じゃあ、あのしばらくはメイクもちょっといつも以上にキラキラで、うん、センキューセンキュー言ってるかも。ツインテールにしたの。髪型迷ったけど今日。さあや三つ編み。なんで三つ編みにしたん？なんでだろう。気分？うん。今日は三つ編みの気分だった。三つ編み。うん。ステージ暑かったの？って暑かった。涼しかったよ。嘘。でもめっちゃ汗かいた。終わった後。席は涼しかった。そうね、あの裏とかはめっちゃ寒いってなってたけど、ステージ終わりは熱々でした。セトリ教えてくださいって。1曲目は愛の重さ、2曲目は暗闇、3曲目はサングラスです、4曲目はねえ楽じゃあ変わろうか変わろうか、サングラスです、はい、ペダルと車輪と、あ、言ってくれるんだ言ってくれるみたい。ラスト夢力でした。で最後曲名はさ、うん、名前なんでいいよね。夢力、うん、名前ってしまうよね。夢力で最後は全グループの皆さんで会いたかったをさせていただきました。夢力フルでしたね。そうね、2番もあった、フルだった。コール、あの、おおおのところ、うん、せいって言って、そう、おおおって、力出そうぜ、せい、おおお、言ってくれました。うん、嬉しかった。ね、うん、でも逆にアドレナリンで寝れんかもしれん。寝るよ。寝るかな。私結構さ、公演の後とか眠れんのよね。いや、寝るよ寝るか寝るか寝るよ。ココアさん、よかったな。ねえ、本当に本当によかったよ。ココアさん、元気も勇気ももらいました。うん、なんか本当になんかもらったよね。
あのステージ、アイドルってすごいなってなった。やっぱアイドルだなと思った。アイドルだな、やっぱりアイドルだなって。アイドルしか勝たん。そう、アイドルしか勝たんな。あなたたちもだよって。Thank you. 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 しばらくちょっとしばらくこんな感じかもしれません。任し。ね、貴重な経験になりましたね。本当に。よかったよ。ありがたい。ありがたいよ。経験をさせていただきました。朝配信？明日朝配信かな？明日は何時起きなんだろう？え、そう。予定が不明。なんですよね。何時になるでしょうか。誰も知りません。あの歓声が忘れられない。すごかったな、大スター。精進します。今日食べたお昼ご飯がめっちゃ美味しかったんですよ。あの料理は何なんだろう。何だったっけな。なんかお米が違う。味があった。こっちのお米はなんか違うのかな。お米なんあれ。曖昧。お米なんか。なんで今日は薄暗い部屋なのって。部屋の明るさ一緒かも。配信してる場所の問題かな。
今日は服を着替えてないので床に座って配信してます。あと5分だよ、あと5分、あと5分だよ。でもあと5分、うん、そんなに眠くないな。ね、眠くない。でも寝なきゃ明日が多分きついから。寝よう。眠くないって言っといて寝るから。そうね。え、でも本当に私アドレナリンで寝れないタイプよ。いや寝れるよ。なんかすごいそう言ってくれるから寝れる気がしてきた。ちょっとあのヒーリングミュージック、なんか寝れるミュージックでもかけようよ。いや、え、私たちは無音でしょ。あ、無音なん。私たち、私たちは無音の世界でこそ眠れるから。そっか。なんか今日サーヤンの面白かったことあったけど、なんだったっけ。なんか笑ったくない。なんだっけ、なんだっけ。思い出したら言います。なんだっけね、なんだっけ。なんかあった気がする。なんか思い出した、思い出した。なんかさ、なんか見つめ合ってたじゃん、お互い。お互い歯磨きをしながら、お互い歯磨きしてたっけ。お互い歯磨きをしながら見つめ合う時間がね結構あって、今日楽屋で。そしたらすごいなんかそれがすごい見たことないなんか動きしだしてさ、すごいなんか歯磨きをなんどんなんだったっけ。え、びっくりしちゃった。え、高尾さん、すごい歯磨きをなんかかつてない速度で磨き出して、え、みたいな。そう、ずっとね、あの見つめ合って目そらして、見つめ合って目そらしてっていうのをなんか結構ずっとしてて、歯磨きの早磨き競争みたいになって。だったん。そうだよ。そんなつもりなかったかも。すごいなんかかつてない速度で急に磨き出したから、え、いやこれはちょっと多分ね、その場にいないと面白くないやつだよ。あれめっちゃ笑ってくれたね。めっちゃ面白かったんですよ、それが。びっくりしたもん、見たことなかった。なんか思い出しても面白いんだけど。すいません、ちょっと一話ネタだったかも。もうそんな時間？あ、本当？壇上読もうか。え、え？え、なんかずれてるんかな？え、壇上読もう？わからん、わからん。壇上います。13位、キクちゃん。え？大丈夫そう？まだ大丈夫？え、なんかみんなお休みって、あ、ん？あ、壇上見ます。13位、キクちゃん。12位、メコウさん。11位、ちくわドーナツさん。10位、ヨシヒコさん。9位、ヤンカーさん。え、8位、ヤマイさん。7位、ミーくん。6位、イッコーさん。5位、カズザさん。4位、リュウヤさん。3位、ユズキチさん。2位、トラさん。そして1位、ショウイチさんです。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。
こちらはまだ23時だけど。あれ終わった？あ、まだ。グッナイ。あ、グッナイ。グッナイ。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。今から無音で寝ます。寝よう。